I love you.千尋へ、今日という日に無事披露宴を挙げることができたのは大変だったが、千尋が頑張ってくれたおかげです。準備に苦労をかけて本当にごめんね。この先も、いろんな壁に当たることがあると思いますけど、今まで以上に2人で助け合い、支え合い、乗り越えていきましょう。このプレゼントはいつもありがとうという気持ちを込めて選びました。千尋と出会えて本当に良かったと思います。これからもよろしくお願いします。誕生日おめでとう、りょうやより。